イコロセ真相 A の避けて死ぬであの子、名シーンだ。たくまる銀です。こらあかん、あかんな。門番は門開けるためにいてんのとちゃうやろ。10ギンギンカズヤです。おい、ギンギンカズヤ。ギンギンカズヤ入ってきた。しゃあない、よう分かるように君らの長さで教えてあげるわ。13キロや。大島丸、ギンギン丸です。ギンギン丸ちゃう、な、丸が2個入ってきちゃう。大島丸、亀田3兄弟でしょ。しゃあない。10銀です。大島です。助けたろか。あ、ルキアに言うやつ。嘘。いや、腹立つやつだ。いいキャラなんですよ。はい、ということで、今日は超究極10銀いきたいと思います。はい。さあ、はい、僕実はね、やってないんですよ。カズヤがまだやってない。はい、なので、もう見てもないんでしょ、だって。見てもない。はい。これで、ついでに僕のクリアもつけてもらって、はい、動画も撮れて、うん、一石二鳥や。マジだ。ちょっと、これでいきましょう。ニュアンス。なんか、ちょうどいい難易度。そうですよね。なるほど。なんか、2、3回やってれば、なんか、慣れてきていけるかなぐらいの。楽勝ではない感じですかね。うん。うん、一応、ルキア連れてきたから、はい、ありがとうございます。うん、揺るがされないようにちょっと気をつけます。揺るがされた。いきます。あと覚悟してたはずなのに。アップポジションキラー。あ、アップ、あ、はい、アップポジ、アップポジ、アポジのアポジの L ついてます。うん、これだから友情も刺さるんですね。友情は入らないです。もうアポジだけで勝負。基本的に、敵触れた数だけ攻撃力アップなんで。なるほど。友情は全く刺さらない。ただアポジはもうガンガン刺さってる。とにかく上にいるってことですね。上に行きます。なるほどね。上の敵やります。はい、よし、じゃあ行きます。行きましょう。はい、では10銀ストライクショット、ショット、ショット。さあ行きましょう。はいはい、もう、はい、これは何、とにかく敵に触れるごと数に応じて攻撃力アップなので。あのギャラクシーは、ギャラクシーはね、反撃モードでなんかちょっと攻撃してくんだけど、ギャラクシーを要は触んないとちょっとね、攻撃、あ、縦でいいと思う。縦で、あの下のエビルインライトの下でカンカンとか。どっちでもいい、上でもいいか、あ、違う、もうほんと縦でいい。全然入んないですよ。あ、でも強い。強っ。おうおう、どういうこと、縦で、で、ね、あれだけやっちゃうぐらいの感じ。もうあれだけやっちゃうぐらいの。どっちか、どっちかやればいいから。そうなんだ。そうそうそう。やっぱイージスがね、輝く日が来ましたよね。うん、ずっと立ち上がり。本当にね、言ってたんだ、やっぱイージスは使い勝手イージスって。あれちょっと今、なんして。あ、僕魔法陣持ってないんで、一旦目はこれです。一旦目はこれです。マジかよ。はい。そりゃそうでしょ。何それ。一旦目はこれやんないと。え、これどうすんだ。縦じゃないもんな。縦で、ああ。上がっていきますか。まあそれでもいいね、確かに。あの、間に入れればね、エビルとギャラクシーの間入れるから。おっ、あー足りなかったか。いい、これもうカズヤ、あの2体の間でも、間でいいの、うん、いける。敵たくさん触れるっていうよりいいの、同じの2体でも、この間2体でも振り切れなければ、いっぱい触れた方がいい場面につけるんですよ。これなんか食らってんの。あ、ギャラクシーの反撃が痛いんだよ。なるほど。そうそうそう、1万5000ぐらい食らうと。なんか2体ぐらいいると結構持ってくるんです。そうですね。すごいね、ほんとイージスが。イージス、本当に。ほんとイージス、うん、めっちゃ欲しいイージスって言ってねえな。ついに言ってねえな。もうイージスはもうイージス、イージスって言ってた。この村サメの間で挟まれると、最高。もういいんじゃないですか。もうちょ、あいつさ、なるほど。ちゃんと聞いてからやって。お前は知らない。同時消しね。同時切りみたいな。あ、もう使うんだ。これもう自強化。あ、元の位置に戻る。なるほど。また下に戻るんです。動かないし。そっか、これで。なんか全然あれだな。お、でも強い。うまい。あ、うまい、うまい。ナイス。はい、で下に戻る。あ、
なんかもうでも下にいる意味はないんでしょ。ない。これいい位置だ。これはそあの相互蘇生じゃない。縦でいいですね。うん、でこれめっちゃいい位置です。ただ多分2体だとそこまで、あでも2次だったら結構いけます。あいけるね。入れました。うわ最悪。そう入れ番するんですよここ。強い強い。あとこのルキアのパワーアップフィールドが今刺さってる。刺さってる。パワーヒールド。俺たちのフィールドみたい。懐かしいな。俺フィールド。これはもう最低。あでも次に繋がる。あ、持ちないかくも、うん、やばいやばいやばい。右のやつがリターン。 SS 打ちまくる感じですか。このヨイチは。あ、もうそれ見てんだったら。あ、でもいけ。お、痛い痛い。ナイス。そうだ、ヨイチはもう SS 打ちまくる。強いね。強い。いいヨイチ。でもやっぱりこう見ると自強化じゃないの。そうですね。そうだね。ただ1に戻るだけ。スピードも上がってないもんね。それでギャラクシーの頭触れて上でトン。分かってるよ。やろうとしてんだろ。怖っ。こういうことだよ。うまいわ。うまいうまい。お、でもだおも何も言われずに下に戻ってきた。自分で戻ってきてる。絶対にあげんなよ。自分で上行けんだから絶対あげんなよ。ねこれはね、天使倒すとフィーリングウォール張るんですよ。なのでこれ先に天使倒します。美回復とね、はい、で、あのこれに触れなくていいの、うん、同時蘇生じゃないから。ギャラクシーにも触れてもいいのか。あんま触れない方がいい。いや、天使って触れなくて倒せますよ。倒せる。はい、いけ。あ、でも一応触れますか。怖いから。うん、これ別に倒せる。 OK。 ナイス。未回復とヒーリング。今触れなかったら倒せなかった。倒せなかった。臭いですね。そうね、石もちょっと硬いんだよ。これであとはエビル。これ1体ずつでいいんでしょ。そう、1体ずつ。相互蘇生じゃない。下入った。うまい。うまい。いや、ダメだ。武器屋じゃ足りないか。足りない。まあでも大丈夫。多分回復はあんのかな。しないか。回復はしなそうなんで。僕はこのヒーリングオールで毎回していかないと。そうだね。フィーリングーで、フィーリングーイエーイみたいに言うな。わかんねえ。誰もダパンプみたいな。ダパンプさんの。いや、これがね、結構ね、この弾き方って結構危険なんだ。そうか、結構。なるほど。誘発発した。でもね、よかった。あの、誘発しながらヒーリングウォールあんま触れないって言って。これ怖いですね。ちゃんと上の、はい、アポジのチャンス。アポジチャンス。下上で挟まって。アポジチャンス。これちゃんとキラ入るもんね。すごいね。しかもちゃんと下戻って。下戻ってくる。戻るのに。ちょいずれが気持ち悪いんですよ。ど真ん中行きたいな。かっこいい。あ、これもいい位置だな。これいいですよね。イージスだったら持ってくる。お、強い。ナイスナイスナイス。強いイージス。強いイージス、ね、強いイージスだ。で、移動して右で挟まりたいと。これ、そのまま横感じる。配置すげえ恵まれてる気するね。ダメだ、戻ってこい。戻ってこない。うーん、暴れるでもいいのかな。どうなんすかね。まあ余裕はありますもんね、ここは。よいちゃんはどっちでもいけんな。よいちゃん、よいちゃんは弱点を殴る。いいじゃん。お、ナイス。あ、うまい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 。ちゃんと投げて、自強化使ってもあり。いや、使わなくていい。いや、多分、うん、大丈夫。これ大丈夫だと思う。ギャラクシーこれって強い。強いわ。回復よし、うん、いいですね。で、アポジ。アポジがこれはアポジ発動するんですかね。ちょうど真ん中ですけど。もうどうだろう。うわ、しなそう。あれあれあれ、はあ、うわ、遅延きたんだ。おいおいおい。ただ2個触れればひよこで終わんなよ。うわー、強っ。でも、うまっ。うまっ。相性いい、俺のヨイチと相性いい。アポチ
めっちゃ順調。いいね、いいね。はい、あ、まだ勝てない。うわ、だからこれは、天使行きたいと。天使ちゃんもやりたい。ちょっとずつ上がっていって、天使。うん、届くかね。結構確くなってね。これでいきます。いや、あ、やばい。届け。うわ、うわ、なにこれ、くっついてるの。えぇ、ああ、ごめんなさい。もうちょい角度いったか。でもまだ大丈夫でしょ。マジ？おぉ、絶対お、強くないです、アイテムやばい、あ、倒した、倒した、倒した、アイテムいます、ちょい回復とヒーリングオール、よしよしよし、オッケーで、使う、使う魔法陣を蹴るために、いや、僕、あ、おめえか使う、ああ、まあ、入ってもいいかもしれない、うわー、下上で、下、ドドドンって入ったら、入ったらもう完璧ですね、なるほど、こういうことでいい、え、そんな難しく考える人なの、それで行った方が角度的には下で挟まれそうですけど、上から行った方が簡単ではありました、ね、いける、いかないんかい、うわわ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 わ、どうだ、セーフ、セーフじゃないかもよ、アウトです、あぶねー無駄にした、調子乗って無駄にした、あっち行った、あ、来た、アポジの位置、うわ、すげえ、頼む頼む、回復もしてくれ、いや、地味にね、これ難しいですよね、でも反射して、いや、先般になりたくない、今んとこ、先般どうだ、上に入れれば、うわ、危なかった、ちっちゃい声で回復、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 切るか、あぶねー、いやいや、ちょっと、あと2ですよ、あと2じゃん、あと2じゃん、大丈夫、イージスも使って、タタタンと使って、いや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 、タタタンと任せてくださいよ、これ靴取って上がればいいんでしょ、大丈夫か、うん、これだ、最悪ハクレン、ハクレン、大丈夫か、あ、あ、なんでこんな遅いの、なんか引っかかってる、いけおぉおぉすげえすげえ、今のすごい、持ってったナイス、あぶねえ、イージス命拾いしたな、イージス、イージスね、イージスね、イージスね、これはもうあの2体クロスドクロレザバリとあれついてないので、そうこそそうそうだね、足りるかな、ルキア足りてほしい、頼む、この角度足んない、まあでもまあまあまあ、でもこれはしょうがないですね、使うか、次イージス使わないのかな、そうなんだよ、まあこの下はね持っていけると思うけど、あのナス酔いで、はい、ここですね、上の、うん、右からだとイージスだったらまあまあ浅くてもいけんじゃん、角度、なるほど、まあそれが確実か、惜しい、いやこれ中途半端な消し方か、そこだよね、そうだね、多分ね、いやー、なるほど、まあ、ここはいける、うん、か、上を殴りに行くか、あー下、これそうだね、上の方がいいような気もする、アポジ入んないで、うん、なるほど、消せないならこういう風に行って、お、なるほど、あ、なるほど、なるほど、確かにこれで上消してくれたら大ブラック、うん、やれ、そんなのないぜ、うわぁ、でもまだ、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 まだ助かる、いや、ゴージャスこれをよ横勘でもういいですか、横勘でいけると思う、細かくいける、うん、ギャラクシーあんま触りたくない、ナイスナイスナイスで、使うよ、うん、はい、おい、あぶねー、やばい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 、近くの敵、オッケー、近くの敵、どうしようかな、一回叩いて上に登ってこうかな、みんなに当たれば回復もしますね、なるほど、それだとしたら結構角度つけて暴れ回った方がいい、頼む、暴れるじゃない、
こういってもいい。グレン下からみんな触ってもいい。あ、でもいいか、どっちみちダメだったら触る方がいい。まあまあ、優先ね。届けよしよしよしよいしょー。危ねえ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 。かっこいい。誰に誰に。そいつ、いいのか。これはしょうがないでしょ。まあ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 、これはしょうがないです。で、あれをやりたい。カッチン、カッチン危ねえ危ねえ。カッチンで回復。ここ入んなきゃダメだ。まあ、自信ないな、ワンバン、上ワンバンとかでもいいと思う。とにかくカッチンだけ倒せば回復はできるんで、うん、こう、こうはダメ。それは弾かれそうな気しますけどね。うん、まあ、まあ、いいじゃないですか。こう、もっともっと薄く。銀の頭で跳ねる。今日はこんぐらいでいいんだよ、うん、あ、で、銀の頭で跳ねる。うん、銀とあいつの間入んだったここ。うん、そんぐらいで、俺あいつの間入った方がいいと思う。なるほど、上とカッチンの間。うわうわぁ。何今の。何はい、変えました。よっしゃ、はい、メンバーを大幅に変えました、ね、全部変えた。ガーク入れてみました。なんかやってみたいって感じ。ワンパンできるんだって。なるほど、はい、これ見たいですね。どうすんの、これなんか俺は、薄盾というか上のギャラクシーだけ触れて、うん、どっちかの間に入れば、うん、僕もこういう感じ、ね、方で、うん、これどっち消してもいいかな、上でも下でも、うん、これでいい、うん、早い。そうか、スピードアップだもんね、うん、そうか、超スピードだし、ワープ出る前とかだったらすげえ最高。じゃあこれまた手でいいってことですよね。また手じゃ消しきれる、うん、一体触れ余裕、ちょっとやってみていいですか。いいよ、イージスならいけるかどうか検証の時に。2人だといかないと思う。わ、どうだろう、きつい。厳しいね、ギリギリだ。そうか、やっぱ最低のやっぱ1体触れない、2体触れない。そうね、でも強いは強い。そうですね、半分、うん、1割強い。それでも合わないっすね。いける。いや、だってこれ別に左右回復できなくても、あれ、クバが今、別チームまあでもそっか、今ウンボ発動してるのラッキーかもしれない。あれだね、カチリンを倒さないと支援されるんだ。カチリン、ああ、そうだね、カチリンでしたね。カチン、カチン、カチン、誰がカチンこれでもここでクガスタートはいいね、めちゃくちゃ。これ、魔法陣がなったんだよ。あ、ある。おぉ、ちょうど。よしよしよし、強いね。強い、今んとこ。で、こっちに移動して、これな。あ、あ、でもこれ、これで、うん、こっち行けますかね。あ、行けたら、行けるんじゃない。オッケー、ナイスー。ない。欲しい。でも回復。そう。なんか。で、カズ、カズリね。これ下行こうか、俺。あ、下でもいいんじゃ、いいんじゃん。行けるな。下でもいい。上行けんもん、うん。なるほど。下で削り取る。あ、いいね。間抜けそう。いいね。よしよしよし。あれ、これは？同時蘇生じゃない。じゃない。あ、プニは大丈夫。プニは蘇生します。これプニ。プニはカッチン。カッチン。カチリン、カチリン、カチリン、うまい。これいけたらナイス。あー、積んだ。積んでないでしょ。イエッジバンレバン、イエッジ、な、なに老化が止まらない。イレバン、うわ、これがきついのか。あ、でもカッチン倒した。俺が倒さなきゃなった。よっしゃ、倒した。お、うまっ。ナイスナイス。しかも回復も最高だ。よっしゃ、回復はしてんのか。クガ最強説あるな。え、これボス位置で飛ばせんすか。え、できんの。飛ばせたら飛ばしちゃっていいの。いいんじゃないですか。でも条件結構あんじゃない。多分過激は十分だと思うんだ。紋章もついてるし、うん、だから敵にどんだけ触れられるかだよね、うん、これはちょっと天使いきますね、うん、ちょっと荒めで。
あ、でもナイスうまいな。はい、狙いの、狙いの。みんな巻き戻して。天使行きます。天使行きます。はい、言ってないです。これこそ天使行った方がいい？ああ。でも、こう来てるけど。あれは来てるけど。大丈夫。こう行こうや。まあでも EHP を言わんの。2回ぐらいなんか。お、でも。あ、でも。お、あ、いい。スピードアップ。強っ、スピードアップ。あ、強っ。強っ。スピードアップだ。終わった。スピードアップだよ、ほら。え、ちょっと待って、じゃあこれで、あれ俺撃って、撃って、クガで終わり。終わりだ、終わりだ。本当ですか？ちょっと一回ミスで、全部飛ぶ？飛ぶそれ。わかんない。ちょっとやってみましょう。ちょっと待って、クガは、弱点あんの？クガは最初に触れたとかじゃないんだ、ボス必中だっけ。クガは大丈夫。これ、チューンって出さなくて大丈夫？じゃあ出しつつじゃん。真ん中に。でも弱点全部、いや、大丈夫だじゃないと弱点多分上と下とかじゃん。あ、右と左かな。下にいても大丈夫じゃん。ほんと撃っちゃうよ。なんとなくですで、この真ん中一応やりに行く俺、うん、真ん中やり行く、うん、あ、でもボスの出さなきゃダメだもんね。真ん中の上のやつやってほしい。え、でも銀にも触りたいよね。銀にも触りたい。じゃあちょっとこういう風に撃つよ。どう？銀に触れる？うん、いいよ、うん、すげえ、なんとなくどうなっちゃうんだ。なんとなくでもワンパンできるのかな。これで一応出ないよ。あれ出ないじゃん。じゃ下に出てんの？出てない。あれ倒さないと出ない。じゃあ無駄にした。俺そういうのが嫌だからちゃんと調べて。だから倒すんだよあれを。で一応だからでも銀にこうもっと薄くすると銀に触れらんない可能性あるかなと思って。ちょっとこれでここからワープがあるから。でもこれで取って、でもまあ勝ち人を倒したいな。よし、オッケー。うまい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 。あ、でもこれで出るんだ。これで出てるわ今。出てる出てる。じゃあどうする。え、じゃあどうするんですか。もうここで回しますか。いや、いいよ、ボス2で、そしたら飛ばすから。でもなんか、ボス1がワープ読みやすいって書いてあったけど、そうなんだ。でもこれとにかく減らさないといけないといけないですよね。ここは別に遠慮する必要ないよ。別に遠慮はしてないけど。なんかちょうどいいかも、もしかしたら。あと弱点。でも今はそうか、クガはいける位置ですね。あの弱点も消えちゃった。でもそんな関係ないのか。じゃあ来た来た来た。すげえ剣も。強い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 。あ、よしよしよし。強っ。ナイスナイス。なるほどね。なんで今クガパワーアップしてんすか。剣取りました。剣取った。あ、うん。じゃあこれも絶対ワンパンできんじゃないですか。でも弱点来ないんだ。ルキアはなんで？はい、アップしてんの。剣取りました。あ、剣取った。はい、みんな剣取った。これどうすれば弱点出んの。天使ですかね。あ、ここないのかな。弱点ないじゃん。これじゃあ叩き行っても、あ、でも天使出そうか。え、じゃあここはクガ打っても意味ないってことですか。クイーンじゃラストで。いや、意味ないじゃないですか。じゃあもう意味ないじゃない。でもすげえ安定すんだよね。ここまでは、あ、ここまででもめっちゃ安定してるよね。確かにスピードアップがすげえいい感じで。ここを使わないと。受けたな。まずいか。いや大丈夫大丈夫だよね。まだまあまあまあ、ここ絶対天使ですよね、うん、それでもやばいか、うん、でもしゃあないですよね、うん、触れないと。やばい、よし、やばい、やばいか、これ危ねえ、危ねえ、ね、あ、どうだ、あ、そう、加速するの忘れてた。やばいか、これ。あー、よかった。大丈夫だ、よかった。さあ、これで使おう。使う、使いますか。うん、パックで回復もしたいし、回復は絶対だ、回復絶対しないから。みんなに当たり、みんなに当たりながら
そうだね。じゃあもう暴れるよ。はい。で暴れ、まあ、暴れなんならもうギャラクシーを最初に触ってからぐらいの感じでもいいぐらい。あ、わかんないわかんない。適当に打ちますね。出た。適当に打ちますね。あ、でもナイス回復、ナイス回復。回復はしてる。で、ハクレンは、ね、でもこれハクレン、ハクレン入んねえか。ハクレンでも、あっちの上に入れば。上に入れば、もしかしたら入る。上のギャラクシーに行けば。あ、いった。あ、でもダメ。入んねえなあ、でもナイス。これ、俺いけるわ。ポン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 。あと2ターンか。でも、クガ打つから。いや、結局打つんすか。これ飛ばしてくればいいんだけど。やべ、足りないか。回復はしてるけど。どうします、打つます、打つか。弱点打ってもいけんの。不本意だな、めちゃくちゃ不本意だな。これなんか飛んだとしてもなんかあんま出なそうだな。飛ぶのかな。なるべく当たれば敵当たる。そうか、なるべく敵に当たれば。任せろって、クガだぞ。あと、たぶん、あ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 、でも、あ、一番最悪だ、これ。あ、一番最悪、あ、一番最悪。ボス飛んでっちゃった。わかんないまま。効果がわかんないまま。どういう動画？クガのワンパンを。だからもうあれだね。加速枠としてだけ。加速枠として連れてきたんでね。面白い。でもほら、ここ負ける可能性あるかも。そうですね。さっきここでね、こう手こずったんだっけ。うん、ここで負けた。入りたいな、あそこ。うわー、引っかかった。くっそ、あそこで引っかかった。ごめんなさい、それない。よし、でも次いける下、うん、多分レプリカ使えない。レプリカ使えないんだ。このぐらい。はい、よし。でもいい削り、次でいける。俺は上だね。回復しないから上でもいいよ。左右でそこなんですけど、角度がむずいんすよね。1、2、3、反射。うまい。しかもギャラクシー当たんない。上手。ただこれクガがダメだ、いけない。でもなんやかんやでいけないんですかね。危ないっすか。来たらいけない。こう、あ、なるほど。ダメか。ダメを、あ、ワープ吸い込まれて。あ、いいかも。いいんじゃないですか。行ってみる。うわ、そんなになるんだ。危ない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 。まだ大丈夫。これでも暴れると危ない。暴れても大丈夫。結局もギャラクシーに触れちゃいますもんね。うん、一番やばいのがなんかダメージがなんか横でなんか打ってあんま出ない、倒しきれない、下に倒しきれないが一番危ない。じゃあもうこれクガ踏んで暴れるでいいですか。それがいいと思う。ナイス。どんぐらい食らう。で、回復を、あいつ、で、あいつ倒せば、あのカッチン倒せば回復する。これで、危ねえ危ねえ。あ、いい位置、危ない、いい位置、いい位置、いい位置だよ。オッケー。ルキア、使ってもいいよ、レプリカ。さっきの場所じゃない。あれ、さっきの場所じゃん、これ。さっきの場所っぽい。どっちどっち、上リベンジしてやれよ、リベンジ。上だよね、多分。レプリカも使って。いや、怖え、これさっきの全く一緒だ、なんか。おい、大丈夫大丈夫、今度は大丈夫。オッケー、回復よいしょ。ナイス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 。オッケーオッケーオッケー。で、ルシファー打てる。ルシファー打って、で、あれで終わりだ。イージスで。イージスで。クガは？クガは一回。クガ休んでな。休憩しててください。もうあのスピードも出ないし、なんか習慣つけてないから。何もしてないな。クガが。これ下入ってもいいし、上行ってもいいしで。はい。
下入ったら飛ばせそう、上行ったら回復、下行きそうだな。でもこれ下行きそう、浮いた、やっぱどっちもあんまり、どっちもあんまだ、どっちもあんまだったな。あれこれ SS 撃てねえな、撃てない、あ、ほんとだ、ヒヨコになってる、やばい、っていうことはやばい、うわ、しびれるなこれ、うわ、戻っ、うわ、そうか、そうか、いけないのか、ちょっと待って、結構しびれますね、結構やばいな、これ下に、いや、これ横に当たっちゃうな、ここ出してほしいですね、確かに、ある程度、だってこれさ、どうやって吸い込まれない方がいいのかな、かちょっとイージスを左にずらしてくれたら最高、イージス、ちょっときついでしょ、いや、でも、ちょっときついな、なんか弱点をなんとなく殴れそうな、いや、直殴りは全く出ない、敵触れてからじゃ、角度作るっていうだけだったんだけど、いい、どうすんのこれ。まあとりあえず多分そのまま入っても多分倒しきれないから、だから左かなんかにずれて、こうずれていってクが拾って、ああなるほどね、なるほど、で間入れば、いや倒しちゃうな、倒しちゃわないか、何を、ここでは倒しちゃわないと思います、これで勝っちゃう、ああなるほどね、これしかナイズですよね、うん、ナイズです、ナイズです、イージスみたいに、いきます、なんか下で変なになってた、今下のギャラクシーのとこでうろうろしてた、あとクガを拾ってないかも、もしかしたら、えマジっすか、とかな、なんかそうだ、下入っちゃってそのまま、その左抜けてたもんね、意外とむずいぞね、ここで決めましょう、いい難易度だね、2人は何回でクリアできたんですか、俺は3回ぐらい、僕も3回目ぐらいですか、あちゃー、それはだからしかもあの攻略とか見ないで、うん、適正キャラだけ見ていって、そうですね、3回で、ああなるほどな、なるほどなで3回だから、 そこまでだよね、うん、ま、そうですね、うん、これ久我くん拾って暴れます、そう、あと今スルーしてるけどクソショー見なかった、両倒した、両倒した、ナイスナイス、オッケー、回復はしないけど、オッケーオッケー、あんまり早いとたまんないから、そうなんですよね、だからちょっと調整して、これは17だもんな、重いっすね、クワクワ、だから倒すのはさっさと倒した後ゆっくりしたいですよね、そうね、真ん中とか、うわー、惜しい、惜しい、もう一回、あー、惜しい、しょうがないです、全然大丈夫です、で、回復性、おぉ、いいです、いいとこ行った、いいです、なかなか、ここ行ったらかっこいいな、うまい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 、完璧完璧、頼むぞ、ここ頼むぞ、オッケーオッケー、これ見せたいのね、これを見せたい、応援したい、俺吸い込まれてんだ、でもこれ際どいっすね、あ、でも上ギリそうな気もするよね、はい、通れる気します、はい、それでいけるんじゃないですか、吸い込まれてる、あ、ダメ か、 あ、 かあ、でも、あ、ダメだ、ちょうどポケット入った、ポケットだ、お、でもなんでここだけ戻ってきたの一回下に行ったから、なるほど、敵に当たった、これはこうなんですよね、そうだね、うまい、ナイス、ナイス、もう何この入れ歯、入れ歯がでも回復したね、ナイスナイス、下か、下やった、下が2、うん、ああ、クが食らっちゃった、あれ、あ、遅延っすか、遅延、うわぁ18ターンでした、いや、よし、よし、あ、オッケーオッケーオッケー、うん、まあ、ここは SS ターン、ここで抜けた方がいいのか、ため、
でもいいよ抜けて。下からじゃない。ん？下部位で上入る。これ？でも倒し切るかな。倒し切んないのか。まあ、これはだからいけると思う。倒し切んなくてもいいって言うんですよね。倒し切れ。よっしゃ倒しちゃった。いいね。ああ倒し切んない。あでもまあ。貯める。でも次クガでいける。いけますよねさすがに。二、う、三、ん、回。なんだよその言い方。いやいやじゃあそういうことじゃない。ちょっと粗めにコココンでいく。ここに。うん。角度入れ番の角度だけど。いったいったいった。うん、よし危ない。よしよしよし。あと14か。オッケー。終わるかな。重いね。重いっすね。これは天使スイッチまでいけるかしら。これでいいかな。天使はこれでいけます、ね、あ、でいけると思う。はい、ナイスナイス。うん、まずはエビル1体14ターン微妙だね、なんかね。結局ボス1でも結構貯めながらやんないといけない、うん、ここで結構ギリまで貯めたいですね。まあ1体やりたいね、下やりたい。とにかく1体下の方が、多分そこ下の方が早い。ナイス、うまい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 。これで湯できたな。この下、うん、めっちゃ湯できた。また貯めますか、ちょっと。これでもうボスいっちゃうの。これ多分次ボスだと思うんですけど、超究極って早いですもんね、ボスまで結構。なるほど。なんかでも危険な位置の人には大島のところぐらいで抜けたいよ、ね。まあ、ちょっと減らしますデビル。縦間だけしとく。はい、うん、ちょっとだけ減らしますけど、はい、でこれも縦間つ、うん、そうですね、うん、いいと思います。縦間なんか早いから倒しちゃいそうな気もしますけど、まあ、それならそれで。カズヤのイージス多分いけないもんね。あ、うわクリティカルだ。倒しちゃった、倒しちゃった。あれ取って靴。あ、確かに。あ、クズじゃない、クズの時。今度は手加減なし。痛恨の。取ればワンチャンあったんで、確かにね。まあまあまあ。ここまた結局使えないですもんね。うん。まあいいか。じゃあここは。あの2体。2体か。弱点殴るには、結局これで、行くしかない。ここはドッと取ってみる。です。よし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 。もう成功でいこう。結局クが重いな。だからもうそうか。属必殺つけて。そうですね。あと運棒ありきなのかもしれないですね。最低でも属必殺つけないと。ごめん。砂時計出ねえかな。出ても間に合わねえか。意外とここ間入んの微妙。そうですね、微妙な。ナイス、はい、ナイスナイスナイス。これ蘇生はしないですね。これで弱点出た。じゃあ大丈夫。で、変わり玉の中行く。こっち行けんの。でも4ターンかな。最悪イージスの SS は使わないといけないかもしれない。そうやな、確かに強い。あ、強いな。まあ、ハープなくても強いもんね。じゃあ SS 使わなくていいか。うん。まあ、弱点の位置、うんうん、そうですね、左左そこやばっ、よし。じゃあ、おー、いいね。あ、そっちか。逆でした。どうします。でも右で挟まっちゃうのは最悪なんで、こう打った方がいいですかね。こうやって行って左右に入っちゃうは最悪ですよ、ね。まあね、まだ余裕あるんだったらやっぱこれでちょっとでも削る。うん、他上2番ぐらいじゃちょっとか。下に行って先に防御ダウンさせる。いや足が足りない。防御ダウン、あーブラストで。なるほどね。うん、が触んないと間に合わないかもしれない。いや、ちょっと確実に行かせてください。はい、
弱気な一手ですよ。これで確実に弱点なんか出て、お、意外と、あー弱点いかなかった、最悪だ。そうだ、全然出なかった。これでまずや、あ、いいよ、左、こっち来い、左来い、よし来た、あー、よかった、よしよし。で、使わなくてもいけるか、いけると思います。カッチンの頭でカンっていうのだけなければ、うん、そしたらこうなんだ、うん、うんうん、ああ、今ギャラクシー触れてないから、そうだね、これも使えないよ、最悪だうん、だから一回下行って上に入れればこうかな、来い、いた、ナイス、うめぇ、よっしゃ、救われた、救われたわ、うめぇ、うめぇ、よしよし、これ使って、これ絶対勝ったよいや、これ勝ちましょう、これもう、はい、天使をギャラクシー一回触れて、なるべく薄めに、よしよしよし、やばい、下もダメージ食らっちゃう、ナイス、ヘリングオールマスター、はい、SS 使わない、うん、そう、下入る、カッコつけず、それでいく、よし、ナイス、いけー、ナイス、強い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 、オッケーオッケーオッケー、これでいいんだ、これだ、これでいいんだよ、成功法、クガが、クガがやっと溜まりそう、ラスト打てるか、ラストは弱点出ましたよね、うん、出ましたよね、これによって、うん、惜しい、わあ、ごめん、まあでも次の、うん、次が入りやすいんじゃないですか、これは入りやすいな、カズヤさんも、あ、ウィーク、あ、でも入りやすい、ナイス、色気出すか直で、直でお願いします、直でいく、うん、まあ、色、まあまあそうっすね、これでいいってことですよね、うん、ただ次がクガだな、まあ最悪間に合うか、俺でも、まあイージスでいけるのかな、はいはい、暴れると危ない、いや、いいんじゃないですか、 HP これだけあれば、ね、剣棒はワークからワークに落ちてる、これが変な入れ板とかあると地味に怖いな、だったらもう先に下のギャラクシーとかに触れてから斜めに、ああ、陣、こういう風に銀の下狙いく、そっちの角度はつくかか、もうクガ当たりに行くかです、下、下部位で、それが安全じゃないですか、いや、俺は上に入ってトントンのがこうっすか、まあ入れるか、確かにこれ入れますわ、角度的に大丈夫、そのボールに当たんない、届くか、届くよな、レッパリカ使います、あ、あ、そうだね、そうだね、モドシップス、オッケー、レプリカだ、ボール横だけ当たんないように、うん、なんか変な緊張感、当たんなさそう、これで横とかに変えてる、よっしゃ、ナイス、回復もして、回復もして、オッケー、オッケー、回復いっぱい、回復いっぱい、オッケー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 、ナイス、ナイス、ナイス、オッケー、緊張感あった、使わないで済んだ、さあ、よし、行くぞ、ここだ、ここ弱点を出すまでは我慢、みんなで弱点を出そう、これは、あ、これいい、左からいける、これぐらいできるかな、まあ、荒すぎなくてもいい、よし、おお、危ない、よしよしよし、危ねえ、危ねえ、うん、入れ歯に泣かされるな、このゲスト、ワンツーだな、ワンが拾っ、あ、いいかも、
ギャラクシーの上通って、うん、完璧。ワン、ツー。うまい、うますぎる。イエーイなぁ。終わり、終わりだね。だからあの終わりだ。あいつとあの間を埋めさえすればもう終わりなんですね。イージス2発で、あ、これで撃つのも撃たないんですね。敵いっぱい触って終わりってことだ。お疲れした、ありがとうございました。長い戦いでした。よっしゃー、勝ったー。ちょっと待って、どうやって行くの、どうやって行くかだけ教えて。え、もう敵なるべく触ればいいだけだよね。ギャラクシー触んない方がいい。触ってもいいんじゃない。いや、触ってもいいと思いますよ。だから銀こうだよね、多分いっぱい触るんだから。あ、そうなんですかね。違うな、こう、これで吸い込まれるか。僕だったら左斜め上に打ちます。こう、いや、逆です。そう、まず当てる。そうですね、こう、はい、そうだね。あ、ま、でも分かんないです、僕だったら、ね、うん、大島だったら、あ、やばい、なすりつけられた。やべやべ、最後に。あ、でも当たった当たった当たった。よしよし、いっぱい当たってる。よし、そいつにも当たった。全部当たった、全部当たった。で、そいつ倒して。オッケー、これ回復して。回復して。回復して。ボス必中。おお。ほぼカンストだ。スイッチでやってくれ。いけるんですよ、もうイージスに。ルシファーも溜まってる。溜まってる。やったー、ボス1で見たかった。まあでもよかった、クリア。はい、これで、はい、一安心。僕も、はい、よかった、解放できました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ楽しかったです。面白かったね。はい、ということで、はい、やっぱ超究極らしい、ちょっとちょいムズのね、ちょいムズやつでしたね。はい、皆さんどうだったでしょうか。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。バイバイ。